増田ダ増田友から1911年3月6日は、明治時代の政治家、横浜市長、三分半領内にて生まれる。三分半県第三次、名古屋県県天地、白川県県大族、熊本県二等族などを経て、1886年9月、神奈川県一等族より横浜区長に就任する。他、神奈川県吉祝郡長、 東京府南多摩郡長を務めた。横浜市は1889年4月1日に市政執行され、市会は商人派と地主派とが共有物事件で対立していたが、多数派を占めた商人派により市長に押された。同時に、茂木穂平平沼先像も選挙され、県知事の決定により、同年6月18日、初代市長に就任した。 同年7月22日、市役所が開庁し、横浜筑港第一期事業が完了したが、依然として、承認派と地主派の対立は激しく伊藤二太郎ら、総司令が承認派議員に辞職勧告のデモを行うなどの事件により、司会は開会されなかった。8月には、ガス局と法事所の維持方法についての論争が起き、横浜区会設置に関する指問案が提出されたが、 親知事自派の公民協会派の欠席により議事、不成立となる。同様に司会はそのほとんどの議事を留会により、不成立としており、司祭入で予算すら議定できなかった。住民による運動や、全議員の辞表提出騒動により、同年11月9日、監督官庁は、司会解散を命令し、増田は、翌月の12月5日、辞表提出した。ありがとうございます。